皆さんこんにちは、ビーエージェント大林です。今回はですね、スペシャルゲストをお呼びしてですね、ちょっと特別な動画を皆様にお送りできればと思っております。はい、今回、ゲストで来ていただいているのは、女子ハンドボール日本代表で、ご活躍されまして、ちょうどですね、先日の東京大会に、出場されて、45年ぶりの、出場勝利に貢献されました石立麻友子選手です。はじめまして、ハンドボールの石立です。よろしくお願いします。ありがとうございます。、ね、まさかですね、トップアスリートの、方に出演していただけるとは思いもよらなかったんでですね、だいぶ緊張してますけども、ぜひ、今回の、ね、機会をいただけたということで、石立選手の、食事ですとかトレーニングですとか、知りたいと考えていらっしゃる方いらっしゃると思いますので、話を、ね、聞いていけたらと思っております。はい、ではまず最初にですね、はい、石立選手の、まあ、経歴を簡単に、私の方から紹介をさせていただくんですけども、福井県福井市の、ご出身で、中学の時にハンドボールを始められまして、で高校の時には、高校3年生の時に、選抜大会とインターハイと、国体と、3冠を達成されまして、はいはい、そして大学の方は、名門の筑波大学に進学をされまして、インカレ3連覇を達成されて、はい、もうまさにトップアスリート、学生時代からトップアスリートの、道を歩まれてこられました。で大学卒業後は、実業団の方に所属されて、まあ、プロとして、ハンドボール選手の道を、歩まれていくわけなんですけども、ヨーロッパの、ハンドボールが特に盛んなヨーロッパの、ハンガリーの一部リーグの方で、プレーをされるなんですね、国内の、トップ選手として、活躍をされて、日本代表織姫ジャパンの、中心的な、メンバーとして活躍をされました。で、東京大会が、終わりまして、選手としては、一区切りつけてですね、今後は、指導者としての道を歩まれるということです。はいはい、でちょうど東京大会が終わって、一段落ついたタイミングでですね、本社にお越しいただく、機会がありましたので、ぜひということで、YouTube を撮らせていただいてます。はい、で、早速ですね、石立選手にお話を伺っていくんですけども、はい、今回の動画ですね、ハンドボールと、ウェイトトレーニングについて、伺っていけたらなと思います。最近はよくこうプロ野球選手が、ウェイトトレーニングをしているところが話題になったりとかですね、はい、トップアスリートの方がこう補強ですとかこうパフォーマンスをアップさせるために、ウェイトトレーニングに取り組んで、いらっしゃる姿というのをよく目にする機会が、はい、増えてきたと思います、はい、でただその中で、ウェイトでつけた筋肉は使えるのか使えないのかみたいな、話もまだまだ根強かったりして、特にそういう、トップの、世界で戦ってきた石立さんがこうトレーニング、まあ、ウェイトトレーニングですね、はい、についてどのような考えで取り組まれてきて、でどのように、パフォーマンスに影響を与えてきたのかというところについて、うん、お話を伺っていければなと思います。はい、よろしくお願いします。はい、そうしましたらまずはですね、ウェイトトレーニングをやっていくにあたって石立選手がこう気をつけているポイントを教えていただきたいんですけども、何か気をつけていたことってありますか？そうですね、ウェイトトレーニングで気をつけていることは正しいフォームであることで、絶対にウェイトトレーニングでは怪我をしないということが一番大きいところです。そうですよ、はい、やはりこう競技のためにやるトレーニングで結構競技ができなくなってしまっては、もう元も子もそうですね、そうですね、一番意味がないことなので、うん、でしっかり正しいフォームで正しいこう負荷でやれば怪我をすることはないと思っているので、はい、なるほど、そういう部分でしっかりこう集中しながらやるっていうのは、まあ、心がけています。メニューとしてはどういったこう種目を中心にトレーニングをされることが多かったんでしょうか？基本的にビッグスリーのベンチと、スクワット、あとはデッドリフトと、はい、まあ
もう一つハイクリーンはしてて、はい、であとプラスで6種目ぐらいこう補強っていうかそのウエイトトレーニングの補強メニューとしてあのいろんなメニューをやっていました。なるほどですね。まあ、あのビッグスリー B レジェンドの、チャンネルでも何回もあの言ってきましたけども、本当に基礎的な、はい、トレーニングで、やはりこうトップのアスリートの方でもそういう基本をおろそかにしないと、でもう基礎的なトレーニングをしっかり続けていくっていうことがやはり大事になってくるんですかね。はい、かなりやっぱり何でもあの基本はすごく大事だと思うので、うん、やっぱハンドボールも基本を大事にするし、ウェイトトレーニングも基本を大事にしていて、やっぱ基本がしっかりしてないとこう応用した時にじゃあダメだった時に戻るところがないので、やっぱりこのハンドボールでも特にやっぱりこういろんな状況とかいろんな苦しい状況があると思うんですけど、はい、そういう状況の時にやっぱり基本さえあれば、基本とか信念があればあのそこに立ち戻ればまたあの自分たちのリズムとか自分たち の, そのやりたいことが取り戻されると思うんですけ ど,、うん、なるほど、あのウェイトトレーニングも一緒でやっぱり何が基本か、自分が何を信念と置いてるかっていうところがすごく大事だと思います。はい、今すごいあの大事な言葉が出てきたなと思うんですけども、はい、あのまあ、我々こうスポーツとかトレーニングのこうパフォーマンスを上げていく、能力を上げていくっていうことを考えると、こうどうしてもどん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 上がっていくもんだっていうふうに期待をしてしまう方が多いと思うんですね。まあ、私もそういうところはあるんですけど、こうやればやっただけ、例えばトレーニングの重量を伸びていくだろうとか、はいはいはい、練習すればしただけスポーツのパフォーマンスも上がるだろうとか、考えてしまいがちなんですけども、まあ、実際のところはそうもいかなくて、そうですね、やっぱりいい時もあれば悪い時もあるって、はいはい、波がある中でこういかにこう継続的にパフォーマンスを上げていくかっていうところで、はい、やっぱりうまくいかなかった時、調子の悪い時にこう立ち返る場所として基本的な種目ですとか、はい、基本的なフォーム、負荷のかけ方っていうところをすごい大事にされているっていうのは、まあ、アスリートの方だけではなくて、趣味で筋トレをされている方ですとかスポーツをされている方にも非常に大事にしていただきたいポイントだなと思いましたので、うん、調子が悪い時、うまくいかなかった時にこう立ち返れるこう場所としてしっかり基本を押さえてトレーニングをしていたということですね。そうですね、そうです。で、調子悪い時っていうか、その基本のメニューが例えばいつもよりちょっとできないなっていう時は、はい、多分疲れてるし、なんか調子を知るバロメーターでもあったかなって思います。なるほど、はい、なるほど。そうですよね、まあ、特にスポーツって対人競技なんで、うん、やっぱりその自分の調子がいくら良くても相手がもっと良かったら動きが悪、相対的に悪くなることもありますし、す、ね、相手によってやっぱり影響される部分が多いですけども、うんうん、トレーニングになると本当に自分の調子だけなんで、はいはい、そういう意味ではこう体調とかコンディションを知るこうバロメーターとしては非常に、うん、使いやすいですよね。そうですね、本当こう自分と対話するというか、やっぱハンドボールは対人競技だし、チームスポーツなので、はい、いろんなこういつも仲間と一緒にやるんですけど、そのウェイトトレーニングだけは自分の体とか自分自身とこう向き合う、いい時間になっていました。はい、自分と向き合う時間っていうのはね、本当に素晴らしいなと思うんですけど、はい、やっぱり、まあ、皆さんそうだと思うんですけども、こう日々仕事ですとか、まあ、家庭のことなんかをこなす中で、やっぱりどうしてもこう人との関わりの中でストレスって生まれてくると思うんですね。で、特にやっぱり石立さんのように、トップで競技をされているアスリートになると、うん、相手との関係ももちろんありますし、はい、そうですね、本当にチームスポーツの本当に魅力でもある、仲間がいるっていうのは本当に魅力でもあるんですけど、ストレスを抱えるのも、まあ、言ったら人間関係なんですよ。人間関係だったりとか、いや、まあ、もちろん相手もいるし、自分が良くてもうまくいかないこともあるし、そういう部分で本当にこう、はい、いい時ばっかりじゃないというか、ストレスすごい
かかる競技なんで、そういう意味ではそのウェイトトレーニングだと別にそういうストレスはないじゃないですか。で自分に本当に集中してこう自分がやればやるだけっていうか、自分とのこのあのやり合いなんでそういう意味では本当にこう鍛える、体を鍛えるっていうのはすごくこう自分はすごく好きです。なるほど、はい。その対人関係のこうストレスから、うん、まあ、一時的にこう解放されて、はいれはい、自分一人の時間そうですね、はい、こうトレーニングにこう向き合えるっていうのは、うん、はい、まあ、やはりこう大きなメリットでもありますよね。はい、はい、ありがとうございます。そうしましたら次は、はい、トレーニングの、まあ、組み方といいますか、まあ、シーズンがあってオフシーズンがあってとい う, こう流れの中で、こうトレーニングのやり方っていうのも、その期間によって変わってくると思うんですけれども、そういう何かこう、まあ、専門用語で気分けとかピリオダイゼーションっていうふうに言いますけれども、トレーニングのやり方は、まあ、シーズン前とかシーズン中後とかでこう変えたりされてましたか？そうですね、シーズン始まる前、9月からだいたいハンドボールはシーズンが始まるんですけど、はい、4月、5月、6月、7月の中盤ぐらいまではやっぱ筋肥大でしっかりとこう筋肉を大きくするっていうメニューをしていて、で7月の半ばぐらいから1ヶ月半ぐらいかけて、筋力アップ、はい、その太くした筋肉を次は使えるようにするトレーニングをして、で毎週9月に入ると毎週末試合が入ってくるので、はい、その週末にかけてこう神経系というか反応を良くするようなトレーニングをこう入れていました。なるほどですね、はい、そうなるとこうシーズン前の筋肥大期に関してはもうオーソドックスにこう10回とかでトレーニングのセット組まれて、はい、ある程度こう結構ウェイトトレーニングボリュームを抑えて、トレーニングをされていたんですか？そうですね、やり方は、まあ、皆さんこうたくさんあると思うんですけど、はい、私の場合は、最後やっていたのは、ビッグ3を10回かける10セット、はい、レスト1分レスト1分でジャーマンボリュームトレーニング結構そんなって言うんですか？ジャーマンボリュームトレーニングそういう名前がついてたんですか？そうなんだ、そうなんだもうめちゃくちゃパンパンになるトレーニングですね、はい、すごい息もしんどくああそうです、ほんとそうです、もう8、9、10セット目ぐらい本当に息も上がるようなトレーニングです、ね、スクワットとかもそういう感じでされてたんですか？スクワットがもうスクワットとデッドリフトがそれですやばいですよね、女子じゃないですよね、すごい女子じゃないボディービル的なトレーニング、うん、まあ、今ジャーマンボリュームって言いましたけども、うん、こういうトレーニングのやり方ってあるんですけども、10回で10セットで休憩時間は1分でやるんですけども、うん、きつすぎてもう誰もやりたくないトレーニングでやってます。もう私ハンドボーラーがやってます。さすがもうこれがもう本当にトップ選手たるゆえんだなっていうふうにもう思うんですけども、もうこれしかもこれが補強ですからね、あくまでハンドボールがメインで、ね、メインでですね、確かにその補強としてこれだけしんどいトレーニングをすると、まあ、我々はこう筋肉を大きくするっていう、こう目標のもと、うん、そういうしんどいトレーニングをすることもあるぐらいなんですけどもこのハンドボールの補強としてそれだけしんどいトレーニングをある程度の期間をずっと続けて、されるっていうのはやはりこのトップアスリートの身体能力というかメンタルの強さというか、いやメンタルいりますメンタル本当にいりますねそうなると結構あれですか、チームメイトの方と一緒にこう励まし合いながらやったりとか、うん、こうトレーナーさんから声かけてもらったりとか、そういうこともあったりするんですか？はい、もちろんもちろんそれもありますけど、やっぱり、まあ、さっきも言ったように基本的にはこう自分で結構集中してやりたいタイプなんで、私はどちらかといえば1人とか2人、はい、2、3人ぐらいの空間の中でこうガッとガンガン音楽かけながらガッとやるのが好きです、うん
修行みたいな。確かに修行ね、修行ですよ人生。確かに、それだけこうボリュームの多いトレーニングされていると、はい、やっぱりもう最後の方ってもう意識も朦朧としてくるじゃないですか、うん、あ、はい、空気薄ってなりますね。確かに一回一回ジムの外に出て、はい、外の空気一回吸ってみたいなのしてました。それだけこう厳しいトレーニングをこうされてのやはりこうトップのところでこう世界を相手に戦えるだけのこう自力がついてくるっていうことなんですかね。そうですね。だしやっぱりこう怪我防止の観点でもやっぱり、筋力をつけるとか、その自分の体重をしっかりとこうプレーの中でも支えられるようになるためにこう筋力をつけるっていうのはすごく大事なことだと思うので、はい、そういう部分で大事だと思ってます、はい、そうしましたら、うん、じゃあその筋肥大期が終わって、うん、まあ、シーズンが近づいてきて、うん、今度はそれを筋力に変換していく期間というのは、はい、どういうトレーニングの組み方をされることが多かったんでしょうか。さっきは10回10セット1分レストって言ってたんですけど、はい、それよりさらに、重く、はい、重量を重く、扱う重量を重くして、はい、大体15キロ、20キロぐらいワイプして、はい、で、回数を少なく、セットも少なく、私の場合は8回を2セットと5回を1セット、みたいな感じで、こう、グッてこう、パワー系のトレーニングをしてました。なるほど。そうなるとこう筋力期になるとかなりこうボリュームとしては下がってくる感じ、はいはいはい、でその代わりこう集中しても重たいものを上げていくということですね、はい、そうですね。10回10セットの時はもちろん最初 1,2,3 セット目ぐらいはそんなにまあきつくないじゃないですか、はい、10セットやってもプルプルするぐらいなんですけど、はい、それぐらいその筋力アップの時期はやっぱその1セットで8回のもう 7,8 回はもうギリギリ上げれるか上げれないかぐらいの重さで攻めるんで、はい、結構こう本当それこそもう怪我がないようにしっかり集中してやらないといけないし、レストもちゃんと取ってある程度ちょっとフレッシュな状態に、はい、戻してからガッと集中してやるっていう感じのトレーニングになります。またその10セット10回10セットとは違った種類の緊張感があります、ね、そうですね、はい、これは本当このトレーニングはすごく大事だと思ってて、それこそ先ほど言ってた筋トレウェイトでつけた筋力は使えるか使えないかっていう論争みたいなあるじゃないですか、はいはい、そこを使えるものにするための大事なトレーニングだと思ってて、私は、はい、なので本当そこは集中して、いかにこう爆発的にというか、はい、使えるものにしていくかっていうのは本当大事にしていたところです。なるほど。こう最後一回上がるか上がらないかで使えるようになるかならないか決まるぐらいの、はいはい、そうです。本当に攻めないといけないです、まあ、ありがとうございます、はいはい、でそうしましたら今度はもうシーズンのもう本当に直前とかシーズンが始まった後の、神経系をこう発達させていく、はい、時期に入ってくると思うんですけども、この時期っていうのはどういうトレーニングが多くなるんでしょうか。大体こう試合が週末にあるんですけど、はい、試合から一番遠い日、例えば土日に試合があったら、まあ、どっちか多分休んで、はい、次の練習の時にウエイトを入れて、はい、その時は、まあ、さっきの8回5回ぐらいの感じのトレーニングをするんですけど、はい、試合から私は前日ぐらいに結構それこそ結構重めの負荷でやったりとか、逆にちょっと軽めで切り替えを意識してやったりとかっていう、こうスピードを意識するのか、ちょっと重いものをグッて入れるようなやり方をしたいなっていう時とこう使い分けるんですけど、その種目によっても使い分けるんですけど、例えばメニューで言うと5回3回1回を持てる重さでやるとか、逆に例えばスクワットとかだとそこまでマキシマムにするとちょっと負荷がかかりすぎるんで、はい、まあその逆にこう軽めの重りで5回を 2,3 セットやって、その後すぐプライオ系のジャンプ系のトレーニングを入れるとか、そういう風なこうトレーニングにしてました。なるほどですね。その試合の前々日にもこう
しっかりウェイトトレーニングされるっていうのが、うん、はい、まあ、結構意外に感じる方も多いと思うんですけども、やっぱりこうスポーツのこう試合とかの前はこう体を休めた方がいいんじゃないかと思う方もすごいいらっしゃると思うんですけども、やっぱりそういうタイミングでこうウェイトである程度体を動かしておくことで、うん、こう試合でも体が動きやすくなったりとか、そういうこともあるんでしょうか。かなり私はそれを感じていて、はい、なんかこういう言い方するとあんまあれですけど、筋肉ってちょっとバカじゃないですか。だから起きろってしないと起きないっていうか、はい、ちょっと刺激をこうある程度入れとかないと、はい、すぐ寝ちゃうんですよ。なんで、はい、あの本当試合前にそういうトレーニングを入れることで試合の日に結構体軽いっていう感覚がすごいあります。なるほどですね、まあ、特にこう石立さんがトップアスリートになるとこう体のエンジンがかかってくるようになるまでも結構な負荷が必要になるのかもしれないですね。私こう学生時代野球やったりしてましたけれども、はい、こう甲子園に出るようなやっぱり強豪校になると、うん、もうウォームアップの段階でもう僕らのもうガチトレーニングぐらいの、 走り込みとかをやっぱりしてるのをこう見たりしてると、やはりこう身体能力が高くなって体力も多くなってくると、やっぱりこう体がしっかり動かせるようになる、エンジンがかかってくるようになるまでのこう必要になる負荷が、ね、負荷がやっぱりこうある程度負荷を入れてあげないと逆に動いてくれないそうですねっていうのが、まあ、あるのかもしれないですね、うん、まあ、なのでこう、まあ、我々がねこの話を聞いてよしじゃあこう草野球の前日にもう筋肉痛するとかやってしまうともう筋肉痛ですね、多分ぐだぐだになっちゃうと思うんですけども、でもおそらくその前日に軽く散歩をするとか、うん、軽くジョギングをして体を動かしておくとか、まあ、軽いキャッチボールするとか、うん、そうやって軽く本当に疲れが残らないぐらいの、運動を前日にしてあげて体をこう運動に慣らしてあげる、動くぞっていうモードにこうスイッチを入れてあげるっていうのは非常に参考になるんじゃないかなと思いますので、皆さんもぜひ試してみてください。やりすぎは禁物ですけど。ぜひぜひ。はい、で、先ほどの石立さんのお話の中でこうプライオ系のトレーニングという言葉が出てきましたけども、はいはい、まあ、プライオメトリックストレーニングといいまして、こう例えばこうジャンプスクワットとかこう反動をつけてこうジャンプ系のトレーニングをするような、トレーニングのことを言うんですけども、まあ、こういうトレーニングでこう瞬発力を、まあ、高めていくような効果があるので、特に、アスリートの方っていうのは補強として取り入れることが多いんですけども、はい、やはりこう試合前、になってくるとこうそういうプライオメトリックスとか、あとはアジリティトレーニングとかよくありますよね。あのラダーって言って、うん、もうはしごを地面に敷いてこういうステップで、はい、抜けていくようなトレーニングとか、やっぱりそういうトレーニングをやっていくことで、はい、こう筋肥大して筋肉を増やしてそれを筋力を高めていったものが、うん、こう実際に試合で使えるようにこう、はい、なっていくということですよね、はい、そうですね、まさにその通りです、うん、まあ、なのでこう筋肥大器のトレーニングと筋力器のトレーニング、はい、とこう神経系のトレーニング、どれが欠けてもこうパフォーマンスは上がらない、やっぱり全部やって初めてパフォーマンスに生きてくるっていうことですよね。なるほど、まあ、なのでこうしっかり石立選手の場合はこうハンドボールのパフォーマンスを高めるってい こう目的がしっかりあって、そのためのトレーニングをされてるので、こうしっかりこういうトレーニングをすればパフォーマンスが上がるだろう、体がよく動くだろうということで、しっかりこう計算されてトレーニングが組まれているので、そういうところは、我々も見習うべきところかなと非常に勉強になります。